はい、先方ケントです。マジで出るかどうか悩みました。ワンピーケント10分1億ポイントのドーケドンファン、先方レオパルドン、かっこ完成、先方とは言ってるみたいな。チーム対、愛と勇気とダダチーム。先方から対象戦、ヒエンがどこに当たる。さあノーゲージだとジェフンかなりドンファにプレッシャー与えられますね。軽くさがすごいし、投げてエティオピーはまだ残ってるが、ここですげえプレッシャーをかけていく。しかしクーサがフルヒットして、前前前、カウンター確認、フェイントキャンセル、ダッシュ立ち絵から、おお、ユスラグ、最後はコパン。悩んだ。さあ、田中君、マッチポイント取られた。上手にミス。あれで投げは抜け。2位で暴れ。さあ、このコパンコパン。壊しやコパン、一発一発に砲脚分のダメージがおなせされている。うかつに食らえない。クナゲ見てる。ここら辺は田中もさすが、モラ激しさんだが安い。ヒエヒエ爆生引き付けクーサー、素晴らしい。この引き付けクーサーがね、技出さなくても着地公職を狙うようにして出されると本当に厳しいんですね。さあここは時間がなく前に行けるしかなかったんだが、クーナゲで返されて最終ラウンド。台車通ります。さあスパドンは怖いが、当然ケントも対策しているので、うかつには食らわないでしょう。しかしやはりジェフン側が前に出る組み合わせになっているので、投げ抜け投げ抜け、ボタンが効かない、ボタンが効かない、ボタンが効かなくなって、エジさんが飛んでいって画面端は続くが、田中君も崩れない、出なかった。ペイント俺様とかでもう決めようとしたのか。しかし最後は小技ピシピシと相手が前に出てくるところを置いて天才と尋ねられたらしっかりとうなずいていく、それが棚。さあ出てくるのが愚問式班のグリフォンマスク。さあ歩く正解棚ドンファンですが、さっきグリフォンとやってる時にぐるぐる回されてるだけで勝てないって言ってました。その真偽はいかに。イカロスの着地にダイヤ刺そうとしてたけど届かない。イカロスの着地なんか6フレぐらいとかで着地硬直結構短いっぽいですよね。反撃もない雷鳴山。しかし体力勝っているのはグリフォン側、リードしているとはいえまだまだ危ない状況。画面端投げてここはガードできた。上作業も投げた。ここはしっかりゲージ使って、まあ、勝ちをしっかりと、まあ、揺るぎないものにしてゲージちょっと貯めてラウンドを取ると、まあ、その辺のゲージ吐かないの判断はまあ 人それぞれみたいな感じでありますけど、まあ、まあワンチャンスですごい減るゲームなんで、まあ、十分ありでしょう。後ろ蹴りガードしている。この戦闘 TOP をお互い大事にしたいと思っているが、どう動くのか。さあリバーサ投げ
まあ、あそこになんか技とか重ねてると怪しい感じことになります。さあ時間を使っていくタートファー、そして差し込んでいく。ポセイドンウェーブがしゃがみに当たらないので突っ込んで接近してきたところに小足しゃがしライメイダン、素晴らしいです。さあそしてもう一人の天才エジドンファン、1億ポイントの同型、同キャラ戦始まる。果敢にライメイザー振りましたね。ゲー酒で痛いでタクは抜けそうなものの画面端ダッシュとはならず、おお素晴らしい自伝客置いてたところにダイエス刺す、棚一人でまたしても勝ってしまうのか。これはしょうがない。しかしタナドンファンゲージはないのでここからしばらくはチクチクタイムが続くはず。スーパージャンプで画面端を脱出したことでゲージ貯めるスペースもあったんだが、そこは相手が飛んでくると見て寄ってくると見てじっくりやっていく。歩き投げを通して投げ合わしっかり抜けるのがタナドンファン。おお風太君も競り勝って勝ち抜いたのはタナチーム素晴らしい。あバトルドッジボールで、ね、負けたチームが引き抜くとかないんです。ちなみにこれどうするんですか、完結あるんですか。今何分だ、時間次第です。40分か、じゃあやりましょうか。三決三決三決、ホフマンさんのところと、ホフマン極みナルトチームとチームと、はい、今のあそこチームメイト同士がやってる。さ三決やります、三決もう一回遊べるよで今のは久保式さん剣とエジファンチームで、もう一回遊べるらしいんで完結で遊びましょう。やったやった、くもんしきさん今いらっしゃいます、くもんしきさん、くもんしきさんもしかしていない。とりあえず目の届く範囲にはいないようで、とりあえず先方おじさんで、ありがとう、あどうぞ、あじゃあこっちは先方ホフマンさんでマルコ、ドンファン対マルコってことで、あじゃあ川本さんお願いしていいですか。はいはい、あじゃあ実況変わりました。やばい、このままでは棚エイジが到来してしまう。ワンピー側がエイジさんで、ツーピーがホフマンさんですね。あ、台車通ります、道上げてください、台車通りますよ。まあこの組み合わせは基本的にドンファンが超有利、しかしこのわけのわからんカウンターがあるからね、この人は基本的に地上戦がちょっとあんまりマルコ勝てなくなるんで、後剣とかガーキャン仕込みの方法とか、ああいう、まあ、リスクの高い行動を取らなきゃいけないんだけど、そうすると飛ばれると大体終わるっていう、それでも勝つ。空投げ決めて、そうこれが本当に丸子側規制らしいですね。田村さんとがまだ関東いた時にやった時に空投げずりっつって何度も言ってたんで、まああの技強いと思うよ。さあ端押し寄せられちゃうと結構厳しいんだけど、そう飛ぼうとするとこうなっちゃうから、まあゲージあるんだったら、まああれですかね、
ぶっ放しとクーサ陣から俺様あるから昇竜セビキャンで割らせるっていうのも一つなんですけど、さあ地上でダッシュがまあ早いんですけど、まあ、小足とか小パンで簡単に潰れちゃうんで、そう昇竜セビキャンがある、それを知らないで攻めてくるやつは死ぬ。コパコパ高王剣がちょっと遠いんだよな。高王剣からの最後は立ち絵、さあ貴公子ケンちゃんが出ます。ジェイフン、ケンちゃんはサマーソルトのあるキャラが好きなの。集中してますね。さあこの組み合わせどうなんだろうな、全然両キャラをよく知らないんであれなんですけど、ではどちらにしろ地上がもっと厳しくなっちゃうのは間違いないですね。ただお互いにやっぱり逆にタフが強いんで、攻めた時にどうするかっていうのが中段ある分、まあ、マルコの方が崩しやすいんですけど、結局のところ飛び小ジャンプだったりダッシュからの、打撃と投げのタグですねだったりっていうのは結局飛炎山で潰されちゃうんで、そこをどうするかっていうところでしょうか。ただやっぱ上段先が結構機能しちゃうのもマルコがきついですね。地上から攻めざるを得ないけど地上から攻めらんなくて空中から攻めてもっていう、さあ立ち A、まあ、そこはシャッカで削ってってところだったんですけどね。さあ1ラウンド目ケント・ジェイフンが取って、ドンファンと違って変なカウンターがないんで結構しゃがみ A とかをどんどん中間距離でも触れちゃうんで、さあこうなると痛い、これで TOP がなくなる。ここちょっとドンファンと違うとこですかね、ゲージなしでもうこれだけ持っていけちゃうっていうのは。さあ何気に今連キャンでなんかやろうとしてたっぽいですね。さあこれはジャスト取ったけど隠らない、リバサじゃなかった、あーぽいな。さあ後剣当たって、それじゃねえ今のはまあ超飛栄等として失敗したみたいな感じだね。壊しがけど届かなくてこれブレーキングミスっての、あい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 、やってしまった。結局打たざるを得ないんですよね、光源を牽制黙らせるためにもリスクはあるんですけど、やっぱリターンというか、どうしても相手にそれリスキーだよっていうのを分からせないとどうしてもこの行動やめないんで、さあ時報はナブトさん、まあ、これ五分かな。打倒もそこまで攻めがすんごい強いって言われ、連眼なる連携ですねみたいなのを持ってるキャラではないので、やっぱ飛炎山の切り返しが怖いと。そうなるとやっぱりジェイフン側のゲージ状況、今半月さん出てた足払いでこかしての足払い振っていく、しかしここでしゃがえい、多分このゲームの小ジャンプの中で一番速くてリターンあるんじゃないかな、ガトーの小ジャンプ B からのゼロ決まって。さあ飛炎山ガードしてから投げ、さあゲージがあるからこれでちょっとどう状況が変わっていくか。これはこれ、そうこれっすね、さっきの光剣と一緒で、まあすかされちゃったりするといきなりシンガーが出てどう何なのって話になっちゃうんですけど、ああいうのを見せなきゃやっぱりジェイフンのしゃがみ A をかいくぐることはちょっとできないんで、そうこれですね、足払いよりは短いんですけどガトーのしゃがみ B よりは長いんですね、こっちの方が。でこのチクチクやられるともうきついと。なぜか金 D 出てのよくジャストするねそれをジェイフしゃがんでるんでこれができるんですよ、飛んでもダメよっていう、小ジャンプでもガード入れて上っていうので返しちゃうんで、まあ、その辺やっぱずっとカイン使ってたんでガーキャンサマーはうまいんで、そうなるとやっぱりさっきのシンガみたいな行動とか、あとはもうビタで合わせるちょっと早出し目の小ジャンプ B 合わせるとか、そうしかないんですよね。投げて
バックステで避ける。しゃがみ絵モード入った。ちなみにしゃがみ B も、しゃがみ B はガトーのしゃがみよりはリーチ短いんですけど、足先の判定がほんと強いんで、結構逆にリーチの外から潰せたりもするけど、今の何あれ当たらないんだ。俺の使ってるキャラ、あれ空中で比べようよく。高足ゼロキはこれで決まったか。さあ3人目は、3人目だっけ、3人目がいない、いなくなっちゃった、だ変えられたみたいなんで勝ちらしいです。はい、お疲れ様でした。はい、じゃあ決勝戦いきましょう。決勝戦、タロキスタンチームとタナチーム。お、お疲れっす。はい、先方、先方カナボドンファン対4番キャッチャータナ。さあいきなり終わっちゃうんですかこれ。会場は割れんばかりのタナコールです。遠くの方から聞こえるタナ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 。さあラウンド1、ドンファン同キャラ戦。ピンクがいつものタナボドンファン、白がいつものタナドンファン。さあこの組み合わせは、まあ、このゲームのシステムとも噛み合って非常に防御面で優遇されている戦いになるので、前に出るのが難しい。ショーサス、しかし画面端に追い込んでいるのはタナボドンと駒投げミス。あ、駒投げじゃねえや、空投げミスですね。空投げするときは、後ろにやるとなんか後ろ蹴りがなんかめっちゃ出るんだよねっていうことで、空投げするときドンファンに限らず、まあ、斜め後ろがいいですね。そうすると後ろ蹴りが出ない。これは投げる、気づいたら時間が15カウントしかない。空投げ潰す、潰す、時間間に合わないか、ドロー。最初ラウンド台車取ってます。たーな、たーな、空投げミス、投げ返す、後ろ蹴りちょっと遅めに出して、ここはジャストからキンディから足見た、しっかり最大ノーギー最大か、足ビンタ本当に減ります。ジャスト、ジャスト、ガキャンを潰す、クネミス、歩いてコパンから逃げ、もう一回逃げ、ジリジリ前に出るカノボドンファン、しかし体力リードあった時にタナクスが出ない、後ろ蹴り深めに当てて西雷メラ、勝ったのはタナ。中堅はタロキチグラント。さあグラント戦ほんと田中うまいんだよね。カノボさんもそうだし、やっぱりうまいドンファン使いは、 あとシゲルさんもそうですね。やっぱりドンファンうまいですよね。グラントの対応の仕方知ってる。おお、爆生噛み合わなかった。おばこもエースに繋いでいく。裏回りから金鋭に。しっかり繋げて、ダイブリーを取る。第5眼台を重ねて、削りを取る。小足から小パン。落ち着いてる。ジャスト、ここはスパドンしたかったが出なかった。足払い刺す。表裏。さあ、投げ返しが表。ライメ繋いで。大都市、空投げ。ラウンドは、タナドンファン。第5眼台削りで5ですからね。コパンと一緒ですからね。これがかん、立ち絵に空投げミス、早出しジャンビーで空投げミス、空投げミスっていうかね、ジャストのタイミングを遅らせるために早出ししてましたね。ここは画面下からまずは脱出、小足で止める、うますぎる、めくりがきついドンファン。
ノブはあのトサカのせいでね、頭の後頭部のやられ判定がめちゃめちゃ高くてすごいめくりやすい。ここはしっかり見ている。クーサカ返して、おっと MB が強い。落ちよ、ちょっと深いが裏に行ってるので問題なし。メショゲサガメ師匠のいい受け、ゲサケ。さあゲサケは当たるとガードされるという不利はないんです。はい、ヒットしちゃうと不利になるんですけど、あ、ヒットしたら死ぬという状況だったらゲサケ振っていくのはありじゃないでしょうか。さあ最終ラウンドでお互いゲージがある。投げる、ここは投げ込んでゲージ込んでやがった。表雷鳴までつなぐ無双4段。ジャストジャストガキャン出ない、出ていれば終わっていた感じをしたが、ここで上見てるし、その方で立ち、すげえ空投げ見てる。ゲージをちょっと作って突っ込んでくるところにコパンが待ってる。第5問題スパドン出ないがジャストできてる。ここはジャンプ我慢、垂直垂直垂直金鋭に立ち、了解が中心だった。了解です、ちょっとすぐ行きます。よっ、ここはクーサクーサー。じゃあちょっと了解機やってくるんでお願いします。まさかまさか、ただ一人、俺一人いればいい、もしかして集中してる。そして出てくるのがワンピガ大将アニムガトー。最後 TOP をすでに選択してますね。対してタナドンファン先頭、タナ君としてはまずこの先頭でペースを序盤で握っていきたいが、画面端背負ったもののまだまだ飛び通った。垂直ジャンプで透かして、バックスで透かして画面端しっかり位置入れ替えて、こっからだったがちょっとミスってしまった。しかしまだチャンス残る。大名弾出ないが、しかし十分チャンスがある体力になっている。今の着地ガーフスパドン狙いましたかね、多分スーパードン反逆、まあ、高度制限があって、まあ、まあ出すときはまあその辺意識しましょうみたいなことをなんかハワリに書いてた気がします。さあ逆ガードだったのか。まずは1ゲージ吐いて TOP を消すことに成功して、雷鳴弾出なかったものの工夫だけ、 TOP 入って逆にお互い即死圏内に入ってしまった。投げ暴れからバックステで置き攻め拒否、この距離だとさすがに反撃がない。壊し、あーこう勝ったのはアニムガト、そして優勝はアニムガト、タラクチグラント、そしてカノボさん、カノボドチーム。あ、ジホ、あ、ジホいる、ジホは、ジホタラあ、じゃあ大将でいいよ、大将あ、ジホいないから大将大将やっております。じゃあまずは準優勝のタラチームから、あと一人いればあと一人欲しかったうちのチームじゃあ優勝チームの方にもちょっとコメント、なんか言うことありますか。あれっすか、あれ、まあそんな面白い話でもないから、まあなんすかね、まあ、チームはちゃんと組んで出た方が応援できるんで、別にレベルの問題とかじゃないと思うんで、仲のいい人とちゃんと組んでから出た方が大会楽しいと思います。あっせん全否定じゃないですけど、まあ、せっかく一緒に頑張ってる人がいるんならその人とやるのがモチベーションアップになると思いますし、純粋にチームメイトの勝利を応援できると思うのでいいんじゃないでしょうか。まあ田中君の友達が少なくて助かりましたね完全に。
あと今ラブライブの生放送が全話放送中なんでみんな見てくださいねって、まあ、本当にね、タラ君が強かった、そしてプリキュアが可愛かった、以上だじゃあ本日の優勝はカノボタロキチアニムチームでした。おめでとうございます。中野 TRF ではガロー MOW の大会がなんか木曜日とか土曜日とかになんかこういろいろなんかやってるらしいよ。みんなホームページでチェックしてね、木曜日が優勝商品なんですよ。優勝商品がモノさんからあのなんだっけ、ご当地キャラメル的なやつもらったんで、まあ分けてください、よければ。はい、よし。なんか溶けてんじゃない、わかんない。画廊は、毎週土曜日の9時から団体戦シングル、団体戦 3-on-3 や 2-on-2 を毎週土曜日やってます。で、お昼にも初級大会があったりとか、木曜日に交流大会があったりとかしますので、そちらの方を皆さんよろしくお願いします。ということで今日は終わりたいと思います。お疲れ様でした。設定直ってるんで、のじゅうどうぞ。